second time here in Australia. How did the horse travel? 去年初めて来た時からもう彼はすごくオーストラリア気に入ってたので、もう今回2回目でもありますし、もう全く問題なく来てます。The horse seemed fairly eager in the stalls. Was that the case? クラを置く時ちょっとそういったところも見られたんですけど、また外に出して運動を開始したら落ち着いてくれましたので大丈夫だと思います。もういい感じだと思います。 Different track, different race. Does he feel as confident? そうですね、このマイルを主に使ってきてますんで、距離に関しては大丈夫だと思ってますし、馬場もね、極端なハード道ありに ならなければ大丈夫だと思ってます。 Damian Lane, because of his experience in Japan, is he the jockey you wanted?前回のインタビューでもありましたやったんですけど、ちょっと体重の方が助手のさんだと厳しいっていう話でしたので、それからダミアンの選択が出てきたということです。Then Buramai means someone willing to give and take people out for maybe a party or a beer.Is that going to happen again here on Saturday? そうなるように準備したいと思います。You raced a Rose Hill last time. What do you think of Randwick? 素晴らしいですね。広いですし、スタンドも大きいですし、綺麗に整備されてるなっていう印象です。The horse himself, has he changed at all since we last saw him race here? やはり筋肉の張りというのは大きく見えますんで、その辺はやっぱり成長してきてると思います。And after the success in the Golden Eagle, does that make you feel more confident coming out here on Saturday? そうですね。前回もちろん初めての空輸とかの経験だったんですけど、この馬一頭でも寂しがらずに、初めての長距離のね、輸送とかでも異常ありませんでしたので、今回も同じカンタベリーで検疫受けることによって。なってたので、もうその辺はもう全く不安はなかったです。And from barrier 8, do you think you'll ride him quietly? いい枠だと思います。オーナーがご自身でお引きになられて、引きが強いなと思いました。ゆっくり出るんでしょうか？それはジョッキーのあれね、感触なんでしょうけど、そこな、この馬スタートが下手な馬じゃないので、やっぱりある程度は流れに乗っていくと思います。Any concerns about the wet track? 日本では東京の G1 がそういった馬場だったんで、こなす馬だとは思っていますけども、あとはもう馬場の質とかも違いますんで、ちょっとその辺はやっぱり走ってみないと分かんないところはあると思います。Were you really happy with the gallop this morning? 走り出してからはすごくゴールまでジョッキーとのフィーリングも良かったですし、ダミアンも感触良かったと言ってくれたので、いい最終調整できたと思ってます。 I must ask, how confident are you? どのぐらい自信ありますか？今回はハンデ戦ですしね、そんな大きなことも言えないんで、とにかくこの馬のベストパフォーマンスを発揮できるように当日を迎えてあげたいと思ってます。やはり日本の馬も過去に何頭か挑戦しているレースでもありますし、本当に歴史のある伝統的なマイル戦でもありますんでね、挑戦できることに本当に嬉しく思っていますし、何とかいい結果を出したいなと思っています。 Hopefully he'll win. 勝ってくれますように頑張ります。 Yeah, we'd like to win.